サムラ塾のことです。はい、それではですね、日照簿記1級試験対策講座の通信教育第1回目の2本目ですね、の撮影の方に行きたいと思います。はい、テーマは企業結合と事業分離ということでした。はい、では、見ていきますね。今度はですね、まあ、2枚目のレジュメに行きまして、こちらのね、2枚目のレジュメを説明していくんですが、まずね、こちらの2枚目のレジュメの方はですね、こちらの講座の、まあ、結論をね、まとめたレジュメです。ね。したがって、まあ、ストレートに言っちゃうとですね、この2枚目のね、レジュメが頭に入っていればね、基本的に OK と、ね、いうことになるわけです。ね。だから本試験の前にですね、見直していただきたいレジュメはこの2枚目だけになりますね。企業結合と事業分離はね、まあ、この表にまとまってますからね。はい、ということで非常に非常にこう重要なね、レジュメになります。はい、では次ですね。で、今回ですね、まずね、こちらのレジュメのね、まあ、穴埋めなんですけど、結論なんですけど、これをまずやってしまいます。ね、結論だけね、先お話をしていきますね。そして、今度ですね、表の穴埋めした回答ですね。それを具体的にね、じゃあ数字で、表すと、数字で勉強するとどうなるんですかっていうのがね、まあ、3枚目以降のレジュメなんですよ。ね、これが3枚目、まあ、4枚目という感じでね、4枚目ということで、作ったレジュメなんです。ね、OK ですかね。はい、したがってですね、まずはね、この2枚目のレジュメで結論を先やっちゃいますから、ね。で、その結論に従ってですね、じゃあ具体的にね、問題として出てくる場合はどういうふうに出てくるのかなっていうのをね、3枚目以降のね、レジュメの方でお話をじっくりとしていきますんでね。まずは2枚目のね、レジュメで結論から先にやってしまいましょう。はい。では、いきますね。まずですね、こちらからお話ししますね。2つ目のね、この図からお話ししますね。はい。じゃあいきます。会社分割と企業結合の関係の分かりやすい図解イメージと、ね、いう話をまずしていきたいと思います。はい。じゃあいきますね。ちょっと上の方は後でまたいきますけどね。ちょっとまず腰からいっちゃいましょう。はい。分割会社には事業分離基準を適用し、承継会社には企業結合基準を適用する点に注意することということでね、まずこちらの方で、ね、しっかりとお話したいもんですから、こちらの図の方で喋っていきます。はい、じゃあいきますね。これ何言ってるのかというとね、まず分割前のですね、分割会社の貸借対照表があります。ね、まあ、A 事業部があるとしましょう。ね、まあ、資産負債純資産ですね、BS ですからね。そして次ですね、承継会社ね。資産負債純資産の今何もない状態ですね。まあ、もちろん他にあるんですけどね、とりあえず一回それは無視しまして、形だけイメージします。はい。そして、この A 事業をですね、分割会社にある A 事業をですね、承継会社にね、まあ、分割をすると、まあ、承継をすると、まあ、事業譲渡ですねをします。そしてそれに対するですね、今回ちょっと株式にしたんですけど、株式のですね、対価として株式を発行するという場合になりますとね、こうなりますよね。まあ、分割後はですね、分割会社の BS はですね、まあ、A 事業部はなくなっちゃいますけども、その代わり、株式ですね。株式ね、承継会社の株式を取得します。今回の場合ね。うん。そして、こちらですね、承継会社。承継会社はですね、事業をね、まあ、承継しまして、それに対する対価として今回株式を選びましたから、まあ、純資産ですね。が増えるわけです。ね。したがって株式ですね。資本ですよ。ね。そして、この資本に相当するものがですね、分割会社の方に、まあ、資産としてね、株式で計上されると。まあ、資産ですね。計上されるということになるわけです。はい。まずここまで OK ですかね。そして、分割会社ではですね、これは事業分離基準を適用されるんですよ。ね。つまり、移転損益を計上するか否か。まあ、認識するかどうかでもいいんですけどね。移転損益ですね。穴埋めは。はい。移転損益を認識するかどうか。まあ、もしくは計上するかどうか。どちらでもいいです。ね。というのが問題になります。これは事業分離基準なんですね。はい。を適用するんですね。それに対して、承継会社の方はですね、何の基準を適用するのかというと、はい。
これは企業結合基準を適用するんですね。はい。さて、ね、つまり、これは3つの類型に当てはめて考えると。穴埋め3つです。ね。当てはめて考えるということなんですよ。ね。3つの類型っていうのはね、前回お話したことですかね。企業、共同支配企業の形成に当たるのか、それとも共通支配下の取引等に当たるのか、それとも、まあ、取得に当たるのかと。ね。この3つです。ね。この3つにどれに当たるのかなっていうね、話をしていくということです、こちらは。ね。これが承継会社の方の基準なんですよ。OK ですかね。したがってね、何が言ってるのかというと、ね、分割会社の方の基準とですね、事業分離基準です。と、承継会社の方の基準ですね。まあ、企業結合基準です。これは違うんですね。適用される基準が違うんですよ。ね。こう結構ごっちゃにされる方多いんでね、注意をしてくださいね。これあくまで別だと思ってくださいね。別々です。ね。分割会社では事業分離基準を、ね、承継会社では企業結合基準が適用されるんだよと。で、簡単に言うと、事業分離基準というのは要するにね、移転損益を認識するかしないか、もしくは計上するかしないかという話になるし、こちらの方では3つの類型ですね。共同支配企業の形成に当たるのか、それとも共通支配下の取引等に当たるのか、それとも取得に当たるのかですね。この3つの類型に当てはめて、それぞれ処理方法違いますもんね。それに当てはめて、それぞれ処理を行っていくということなわけです。はい。よろしいでしょうか。ね。まずこれがものすごく大事な話ですよね。これ分けてくださいね。しっかりとね。はい。そしてこの上でね、ちょっと上の方に行きましょう。